道川遊水群は奈良県吉野郡天川村道川に点在する小乳道の地下水及び遊水である吉野熊野国立公園の指定区域内にある吉野郡天川村は大峰山山6に位置し中世より主原道が盛ん行われていた土地である1985年7月22日に道川遊水群として環境省より 名水百選に選定された。道川地区は熊野川源流にあたり、近隣の地質はカルスト地形であり、浸水性のある石灰岩とブナの原生林を呼び、植林された吉野杉が田植地域で急な斜面の観葉林となり、大水を助け、その水が地下に浸透し小乳道を形成する。古来より住民から信仰の対象や守り神として、 大切に保全されている湧水地として、上泉道、ゴロゴロ、水、泉の森がある。民間会社により、小乳道は管理されており、立ち入りはできないが湧水は、大峰産の天然水として市販されている。大峰産の天然水は、上泉道内から流出した原水を、パイプラインで、現地工場に送り0.1マイクロメートルの、 マイクロフィルターによりろ過をしてボトリングされている。加熱処理をしていない、非加熱処理商品である。弱アルカリ性の軟水である。具体的な数値は、以下の通り。奈良県の天然記念物、五大小小入道近くの大岩に湧く、地下水。地下に存在する水中小入道の水音が反響し、ゴロゴロと音を立てて流れていたことを由来とし、ゴロゴロ水と呼ばれている。 廊下は地区入り口の鬼門に守護神を祭り疫病等を防ぐ風習が伝わる。泉の森はその表鬼門にあたり、樹齢300年を超える神木の朽ちた幹の穴の奥に、あるホラー穴から流出している。神の水とされ大切に保全されている。ありがとうございます。